ちは。こんにちは。そこそこ美人の押し切り萌えです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、はい、こちらじゃじゃんとちょっとパネルまでご用意させていただいたんですけども。拷問ですよ。いやいや、もうおかしいことなんてないですよ。そこそこ美人どころか、とても美人な。本当に思ってますか、小川さん。いや、ここまで出せるってなかなかないですよ。本当ですか。私もその大丈夫かなって現場で当日思ってたんですけど、はい、の皆さんが大丈夫大丈夫、自信持ってみたいな感じだったので、撮影に臨んだんですけど、なんか担ぎ上げられて去年ドッキリの CM に、はい、出演させていただいたんですけど、はい、まだドッキリなんじゃないかなみたいな、疑っちゃいました。はい、待たされてるのかなと思っちゃいましたじゃあね、いろいろお話を伺ってまいりたいと思いますので、どうぞおかけください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。私も失礼いたします。じゃあ、CM ですっぴんを出すって初めてお聞きになった時は、はい、もうドッキリかなって思ったんですか。なんか CM の、この CM がどういう内容かって聞いたのが前日の夜で、はい、コンテを確認してくださいっていうシンプルなメールで受け取って、はい、コンテ開いたら、はい、すっぴんを披露みたいなこと書いてあったので、じゃあ、えっていう、結構有無を言わさず的なところが、もちろん、はい、そうどうしようと思って、はい、急いでパックをして早く出ました素晴らしい、さすが古い意識がありますけれども、はい、でも女性にとってすっぴんを披露するのって男性とは違ってやはり勇気がいると思うんですけれども、はい、ですよね。どうですか、でも本当に有無を言わさずということだったんですが、はい、もう引き受けて見ていいかなってもうしょうがないかなって感じですか。しょうがない、そうですね、体当たりというか、うん、もう本当に皆さんもセット組んじゃってるだろうから確かに、はい、ここでね、萌さんがやっぱりすっぴんは出したくないって言ったら大変なことになっちゃいますもんね。そうですよね。でもなんかもうちょっと髪の毛で隠せたりとか、ごまかせるかなって思ったんですけど、できませんでした。いやいや、もう綺麗にね、もうおでこも出してとても素敵なんですけれども、はい、どうですか、こう撮影の日は普段すっぴんで入られてヘアメイクさんにメイクをしていただいて撮影に臨むと思うんですけれども、はい、じゃあもちろんこの日もすっぴんで現場に入られたってことですよね。あ、そうですね、まあ、それは雑誌の撮影と変わらないんですけど、はい、そこからもうメイキングの動画が入っていたので、はい、うん、そこもちょっと恥ずかしかったね。まだ映さないでっていう、はい、でもまだまだちょっとダメだよっていう時だったんですけど、はい、でもこう普通メイクをしてからこう撮影にね入るわけなんですけれども、今回はねメイクなしの撮影ですから、もう準備とかあっという間にできたんじゃないですか。あ、本当にそうですね、うん、テストでよくすっぴんでカメラ前に立ったりするんですけど、はい、そういう感じでした。もうちょっと直せるっていうか、なんでしょうね、もうちょっと素敵になるのかなと思ってたんですけどそのままでした。いい、もうこのナチュラルな感じもね、またとても素敵なんですけれども、どうですか、今回放送作家の鈴木治さんが監督を務められたということなんですが、はい、治さんの印象ってどんな感じでした。以前にもお会いしたことがあるんですけど、はい、やっぱりエネルギーうん、すごくパワフルな方で情熱あふれる方なので、もう朝からすぐ控え室に来てくださって、こういう CM やろうと思ってるんですっていう熱意がすごく伝わってきて、うん、でもなんかそこそこ美人って言ってすみませんって何回も謝ってくださっていや、そんなことないですと、まあ、もう美人、そこそこでも美人って言われるだけは私の中ではすごくいいことなので、おさむさんの期待に応えたいなと思いましたね。どうですか、どういったところに力を入れて撮影に臨まれたんですか。力、うん、力入ってないです最初からすっぴんの時はね、やっぱり力が入らないですね、不思議と。やっぱりそういうもんなんですね。なんでしょう、やっぱりモデルっていう職業柄、はい、あまりノーメイクで外に出たりはしないので、はい、もう世間様の目に触れることはないので、はい、力はなんかモデル押し切り萌えでいられなかったというか、本当に普段の私で脱力な感じで撮影に臨みました、はい、